パスカル・ベアラインはドイツのレーシングドライバー。ドイツ出身の父とモーリシャス出身の母を持つ根欠であり、二重国籍である。2015年の DTM チャンピオン。明治のドイツ語での発音にちなんだ日本語表記はベアラインとなるが、フジテレビの F1 中継等ではウェーレインと表記されていた。2003年にカートに乗り始める。 2010年アダックフォーミュラマスターズにデビュー。初年度は6位だったが、参戦2年目の2011年にチャンピオンを獲得。2012年はフォーミュラ3ユーロシリーズに参戦。後にマカオグランプリを制覇したダニエルジュンカデラに次ぐ、ランキング2位となる。2013年はヨーロッパフォーミュラ3選手権に参戦。スポット参戦ながら出走した3レースべてで、 表彰台に上がり、第2戦では、シリーズウィナーのラファエル・マルチェロをり溶け優勝している。年間ランキングは14位。2013年から2015年まで DTM に参戦。1年目に22位、2年目は8位とランキングを上げ続け、2015年に DTM 史上最年少のチャンピオンとなる。2014年、メルセデスのリザーブドライバーとなる。プレシーズンテストでは、 ホースインディアとメルセデスをドライブした。2016年、マノーから2016年のレースドライバーとして発表された。カーナンバーはカートで使用した94。1994年生まれであることも関係しているという。チームの資金難とマシンの戦闘力不足で、開幕戦から苦しい戦いが続いていたが、乱戦の2016年オーストリアグランプリでは、 92に進出し自己最高の予選12位決勝では、セーフティカーが入る、荒れたレースを生き残り一時再開から10位と、大検討、自身初入賞を果たした。2017年は、ニコ・ロズベルグの電撃引退に伴い、メルセデスへの昇格が噂されたが、最終的にはザウバーより参戦することが1月16日に発表された。しかし、 レースオブチャンピオンズでクラッシュし背中を負傷、1回目のプレシーズンテストと、開幕2戦を欠場した。この年のザウバーは1年落ちのフェラーリ製、パワーユニットを使用するなど戦闘力が不足しており、予選では9位落ちが多かったが、第5戦スペイン GP で8位入賞を、飾りシーズン初ポイントを獲得。第8戦アゼルバイジャン GP でも10位入賞を決め、 チームメイトのマーカス・エリクソンを上回る18位でシーズンを終えた。しかしシーズン後にシャルルル・クレールと入れ替わりでザウバーのシートを失い、翌年はメルセデスのテストドライバーになることが発表された。同時にメルセデスから DTM 復帰が発表された。その後、メルセデスが2018年限りで DTM を撤退することやメルセデスのシートに当面、 秋が生まれない状況などから2018年限りでメルセデスのドライバー育成プログラムを離脱することとなった。2019年から翌年までフェラーリの開発ドライバーを務めた。2018から19シーズンよりマヒンドラレーシングからフォーミュラ E に参戦している。ただし、第一戦は契約上の問題からエントリーできず、2019年1月に開催された。 マラケシュイープリーからの参戦となった。ありがとうございます。